東京都台東区上野の上野公園に行くと、西郷隆盛の像を見ることができる。かれこれ作られてから100年以上経過しており、今では東京の名所の一つとして観光客が訪れる。日本人で西郷隆盛を知らない人はほとんどいない。歴史上の人物は大抵語られる時はフルネームで呼び捨てが常だ。しかしなぜか彼は親しみを込められてなのか、西郷さんと呼ばれることが多い。特にこの彼の像を指して皆そう呼ぶ。彼は苦労人だ。権力争いに飲まれ、藩の中で不遇の時代を過ごした。後で詳しく書くが、彼は二度自殺未遂をしている。そして勝利者側である薩摩の人間だったのに、最後は敗者として人生に幕を下ろした。彼の人生から学べるもの、それは敗者の美学、そして清廉潔白な男としての美学。負けてなお語り継がれる彼の人生は、ただの敗者のそれとはまた違う魅力を見せている。武道ではなく学道に学ぶ。幼少期、彼は武道よりも学問に精を出した。小さい頃の喧嘩症によって腕が満足に伸ばせなかったのが原因と言われているが、そのことが彼の人生に大きな役目を果たすこととなる。後に彼は藩の管理方に配置された。年貢の徴収なども管理する事務方で、農業を産業の中心として大切にした彼の考え方はこの時代に学んだものだと言われている。彼の農業への知識や考え方は後の薩摩藩主島津斉彬によって重用されるきっかけとなった。この斉彬からの重用をきっかけとして、西郷隆盛は薩摩の政治、そしてひいてはその後の激動の日本の政治の中心に身を置いていくこととなる。西郷が仕えたこの島津斉彬という人物は、江戸時代の中でも名君主として取り上げられることが多い。非常にできた人だったと言われている。現代にも通じる鉄鋼や銃、大砲などの政策を研究、そして産業として確立した。その斉彬が武力に優れた武士たちよりも学力に優れた西郷を重用したのは至極当然のことと言えた。もともとは全く関わりがなかった二人であったが、西郷は下級武士であったので、斉彬は身分に関係なく藩政に関する意見を集めた。そこで西郷は農業に関する改善点を幾度も紙にしたためて送り、それが斉彬の目に留まったと言われている。その後斉彬は西郷が藩にとって非常に重要な人物となり得ると考えて、二人の時間をよく取り、西郷の得意分野の農業だけでなく、その他の多くの諸外国の情報、藩政、そして日本全体を見た時の政治問題などを教えていった。西郷がこれらの情報を吸収し、得得できたのは、やはり小さい頃から勉学に励んでいたことによる。武士の数が非常に多く、大切なのは武士道精神だと叩き込まれる伝統の薩摩にあって、武骨な指導と近代的な政治学を同時に学んだ彼の青年期は、その後の人格形成に大きな影響を与えた。斉彬の死と藩政の乱れ。島津斉彬は若くして死んだ。新たに導入した軍備を視察し、それを軍に配備して訓練している最中に発熱し、そのまま帰らぬ人となったのだ。斉彬を神と呼んではばからなかった西郷に、その死がどれだけの衝撃と落胆を与えたかは想像に難くない。実は斉彬はこの時、当時の幕府に対するクーデターを企んでいた。朝廷を通して幕府に圧力をかけ、当時の大老である井伊直弼の強圧政治を打ち崩そうと計画していたのだ。その先陣として西郷は京へ送られていた。朝廷との間の下工作をするという重要な任務を与えられていた。クーデターを起こすにあたって下準備は一番大切な仕事なので、この任務を与えられている時点で斉彬と西郷の絆の深さをうかがい知ることができる。事実、当主の訃報を知った西郷はすぐに郷里に飛び帰り、その後斉彬の御前で切腹して後追い自殺をしようとしている。寸前のところで同じく倒幕派の志士でもあった僧侶の月照が必死で説得し、未遂に終わったものの、もしこの時彼がここにいなければ西郷は躊躇なく自刃していた。しかし、ほどなくして西郷は二度目の自殺未遂を起こすこととなる。薩摩藩はこの後、斉彬以前の旧時代へと歩みを戻していくようになるのだ。時を同じくして、江戸を中心に、井伊体制の暗黒期はピークを迎える。俗に言う安政の大獄だ。反井伊派が一斉に捕縛、もしくは処刑に追い込まれたこの時、西郷に先駆けて、朝廷と薩摩藩の橋渡し役も担っていた僧侶月照も指名手配となり、追われる身となる。西郷はこの月照を薩摩藩内にかくまうべく、急遽もう一度国元へ戻ったのだが、この時斉彬に代わって藩主を務めていたのは異母弟の久光、そして若い久光を操っていたのが先々大藩主で斉彬の父の斉興であった。斉彬とは憎み嫌うような関係であった斉興は、斉彬がいた形跡を消すがごとく
彼の推し進めた政策を転換し続けていた。当然彼からすると西郷は憎き斉彬の懐刀であり、月照も同様であった。西郷のしつこい要望もすべて突っぱね、月照を他の藩との国境に送る手配を進めた裏には、そのまま他の国へ送ることなくそこで切り捨てるという計画があった。変わってしまった薩摩藩と、そして友人である月照の命を救うことができぬという状況に絶望し、彼は月照と共に薩摩の荒海に身を投じたのだ。島、そして帰還し、藩政の中心へ。指示途中の四骨にて、忍ぶべからざる義を忍び、まかりあり候。これは、西郷が受水自殺を試みた後に書いた手紙の一文だ。自分は死にたいのようなもので、それでも生きてしまっている状況を恥じているという内容だ。受水後、月照は絶命したものの西郷は生き残ってしまった。この後、西郷は藩によって、島へ送られることとなる。ちなみに、これは、流刑ではなく、六国の淵を与えられて、武士として引っ越しただけだ。安政の大獄によって、西郷も月照と同様に追われる身となっていたのだが、一応藩として、西郷の命は守ることとなり、幕府の目が届かない場所へ送ったのだ。斉彬の下で、藩のために尽くした功労に対する藩としての報いとも言えるが、それ以前に西郷の能力を藩が買っていたとも考えられる。事実、数年後に彼はまた呼び戻されることになる。盟友でもあった同郷の大久保利通が島津久光に掛け合っての帰還であった。と言っても、帰還してからの最初の仕事においてすぐに久光の逆鱗に触れ、今度は本当の島流しにされることとなる。以前のように禄をもらっての島暮らしではなく、本当に牢獄に閉じ込められていたのだ。ちなみに、この島津久光、頭が悪い男ではなかったものの、西郷が慕った斉彬とは、人間的にも能力的にも程遠い男であった。一つの藩を治めることに、注意を集中しておればよかったのだが、彼は、国政に打って出ようという欲を欠いたのだ。結果は当然うまくはいかず、逆に全国レベルで評判を落とす羽目になる。その当時実は、薩摩藩は、会津藩と同盟関係にあった。勤皇派と思われていた薩摩が、幕府の中心藩でもある、会津と同盟を結ぶのだから、双方からの評判は、ガタ押しだったのだ。政治的に、完全に薩摩は行き詰まっていた。そこで、西郷を慕っていた薩摩藩の若手を中心に、再度西郷の復帰が望まれるようになった。切腹覚悟で、西郷の復帰を望むために直訴してきた若手たちの願いを前に、久光も首を横に振ることはできなかった。その時に久光が使っていたキセルには歯を食いしばった時にできた歯型がくっきりと残っているという。復帰した西郷は薩摩軍の最高司令官の地位につけられる。するとまずすぐに会津との関係を破棄した。そして最初は幕府からの指示通りに長州征伐などの戦争に参加するものの、その後はその戦争が幕府と長州の個人的因縁から始まっている死闘だとして参加を拒否するようになる。江戸幕府の強引な政治手法を嫌い、少しずつ距離を空けていったのだ。激動の政変が起こった、慶応暦の幕開け、慶応元年の出来事であった。薩長同盟から激動の時代へ。西郷と同様、幕府に強烈な不満を持っていた藩の代表格といえば、長州、そして土佐藩であった。土佐といえば、坂本龍馬である。坂本は、両藩が同じく幕府に対して、不満を持っているのに、お互いにいがみ合っている状況を、非常に憂いていた。この時代、薩摩が、長州征伐において、多大な貢献をしていたこともあり、長州の方に、強烈な薩摩アレルギーがあった。そして、薩摩の方にも、過激なテロリズムを厭わない。長州の強引なやり方に対しての嫌悪感も広がっていた。だが、坂本が間に入り、西郷と薩摩幹部、桂小五郎と長州幹部による会合が開かれ、お互いの感情を飲み込んで、薩長同盟が持たれることとなる。当時の将軍は、最後の徳川将軍である、徳川慶喜であった。彼は、近代日本史においても、とりわけ、頭脳明瞭な男として名高い。徳川歴代将軍の中でも、家康に並ぶのは、唯一彼だとまで言われる男だ。西郷を中心とした薩長同盟は、この徳川慶喜との政治闘争を繰り広げることとなる。西郷、そして慶喜双方とも共通していたのは、実は内戦を回避して、すべての問題を政治的に解決したいという思惑であった。しかし、歴史が語っている通り、双方のトップがそう願っていたとしても、思惑通りにはいかなかったのだ。大政奉還と明治維新はよくセットで語られることが多い。内戦の火蓋は大政奉還とともにと考えている人が多いのだ。しかし実はそうではない。朝廷へ政治的主導権を渡すという大政奉還、実は慶喜の方から進んで朝廷へ差し出したことだった。数百年もの間政治から離れていた朝廷が
急に主導権を渡されたとしても全うできずにまた徳川へ移譲するだろうという思惑からだった。重ねて薩長による幕府への攻撃の口実をなくすという目的もあった。これに対し最初は慶喜の思惑通りに事を運ぼうとした朝廷であったものの、西郷たちによって新政府を樹立する方向へ変えられていった。そして徳川家の領地も差し出すようにという命令が下ったのだ。慶喜はこの決定が配下の武士たちの暴走へつながることを恐れて兵と共に京を速やかに引き上げたのだが、江戸までは慶喜の意向が伝わらず、江戸幕府兵による薩摩藩邸の焼き討ち事件が起こる。これにより落とされた内戦の火蓋だったのだが、朝廷公認の軍となった薩長軍に対し朝敵となってしまった。幕府軍の士気が上がらずに敗戦を繰り返すようになる。西郷は各地で薩摩兵を率いて勝利を収め、明治維新を成し遂げることとなるのだ。西郷内閣の樹立から下野、そして最後の時へ、目的を成し遂げた西郷は当然そのまま新しい政府の中心に加わるのだと誰もが思った。しかし彼はさっさと故郷に戻り隠遁生活を送ることとなる。漁や釣り、畑仕事に精を出すようになった。だが時代はまだ彼を求めていた。新しい政府は内政、そして対外的に多くの問題を抱えるようになり、また政治家たちによる汚職、豪奢な生活、傲慢さが民の反感を買うようになり、支持が落ちていくようになる。徳川時代の方が良かったという風刺が歌なども民の間で流行した。この状況に焦りを抱いた新政府はいち早く西郷に助けを求めるようになる。地方で隠遁生活を送りながらも中央の情報も得ていた西郷も、このまま新政府が失敗してしまうと明治維新を迎えることなく死んでいった同志たちに申し訳が立たないと考えて、また中央へ戻る決意をするのだ。時代はまさに彼を求めており、そして彼もその求めに従って政府の大改革を遂行していった。特に大久保利通や岩倉具視が外遊に出ていた間の留守内閣時代に、彼の中で温めていた多くの政治改革を行った。新教の自由、キリスト教の解禁、後の警視庁の創設、配当令や武士特権の廃止、国立銀行設立のための法整備、花氏族と平民の結婚の自由、人権の保護など、まさに現代日本の政治基盤を作り上げていくこととなる。だがこの後、韓国との国交回復問題においての政治論争に彼は敗れてしまうのだ。外遊から帰国した岩倉具視と西郷は、韓国への問題で意見が真っ向からぶつかった。韓国へ平和的使者を送り交渉を持つことを主張する西郷と、それが時ではないという岩倉の意見だ。とりわけ周りが聞き入れるのが難しかったのが、西郷本人が特使として韓国へ向かうという案だった。殺されてしまう危険まであるこの案だったのだが、一度は西郷の説得もあり政府内で可決される。しかし議長であった岩倉は結局この結果を握りつぶし、自分の案を天皇へ報告し受理されてしまう。新政府の限界に絶望した西郷はすぐに辞職し、また郷里へ戻る。ここで同郷の若者たちのための学校を作り、法術などを教えることになる。しかし幕府は西郷のカリスマ性を放っておくことができず、数人の密偵を薩摩へ向けて送るのだが、これが西郷の暗殺の密命を受けていたのではないかと言われている。事実その直後に西郷が兵を率いて反乱した理由の一つには、この密偵の存在の理由を政府に聞くためという項目が挙げられている。実はこの武装蜂起は西郷の意向ではなかった。西郷から学んでいた若手たちの暴走が発端であった。そのためこの戦いにおいて西郷は士気に関わることなく戦っている。かなり最初の段階から負けを予期していたとも言われている。全国を股にかけた戦争を指揮した男だったが、江戸を目指した最後の武装蜂起は郷里から一歩も出ることができずに終わった。共に戦った別府信介に解釈を頼み、その人生に幕を下ろしたのだ。後書き。彼はいつでも隠遁生活に憧れを持っていた。権力への固執を全く持っていなかったのだ。彼が大事にしたもの、それは武士として恥ずかしくない人生を歩むことであった。そして実際にそれを実行した。彼と江戸において会談した当時の江戸政府幕臣勝海舟は彼を高評価した。いよいよ談判になると、西郷は俺の言うことをいちいち信用してくれ、その間一点の疑念も挟まなかった。いろいろ難しい議論もありましょうが、私一心にかけてお引き受けします。西郷のこの一言で江戸百万の精霊人間もその生命と財産を保つことができ、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。この時俺がことに感心したのは、西郷が俺に対して幕府の重臣たるだけの敬礼を失わず、談判の時にも終始座を正して手を膝の上に乗せ、
少しも戦勝者の意向でもって敗軍の将を軽蔑するというような風が見えなかったことだ。勝海舟氷川清和より抜粋他者への敬意、それが敗者であっても変わらぬその態度、自分に過度に注意を集中せず絶えず周りに気配りをしたその態度は周りからの西郷の評価へも直結していた。逆徒として死にながらも幕末の英雄として語られる彼は、その高評価のほとんどを敵方から得てのものだったのだ。